どうも皆さんこんにちは、こんばんは、パパテラです。というわけで今回なんですけども、報酬2倍3倍が激アツ、新車両追加とクイックアップデートをまとめです。期間が1月の27日から2月の3日17時頃までで、今週は新車グレンジャー 3600LX が追加されました。これはイマニテック化が可能で、セキュリティ契約5回やると割引となって103万ドルとなります。また今週はレジェンダリー割引で、ジェビリーという車両が初めて割引が来ています。これらも、まあ、条件があって、これをクリアすると割引になるよということで、これもなかなか安くなってるんですが、これエージェンシーに無料でね1台ありますので、乗ってみて欲しいなと思ったら購入するぐらいでもいいかなと思います。車1台分買うとなると結構高額になりますので、よく考えて購入してみてください。お金に余裕がある人はいいと思います。またストライダーが今週割引となっていて、これはおもちゃのようなバイクです。絶対ね速いとかっていうわけではないので、まあおもちゃとしてね欲しいなっていう方は買ってもいいかなぐらいの車両だと思ってください。続けて白鳥ドラッグ、これはおすすめです。このバイクはトップ3に入るバイクで、かなり速いし操作性も結構いいです。でこれね、白鳥ドラッグ持っているとタイムトライアルはほぼ全部クリアできるかなと。これが50万ドル台っていうのは結構おすすめです。また南サンアドレス割引でボルテックスというバイクが割引となっています。まあこれはね速いかどうかっていうのはねちょっと不明な部分です。また今週は施設系でクラブハウスが割引してます。で今週は特にクラブハウス全般でね割引とか報酬2倍とかありますので、まだねクラブハウス持ってないよっていう人はぜひ購入するチャンスだと思ってください。購入する場所というのは基本的にはあんまり田舎の方には買わずに、市街地また自分のアパートとか他のねオフィスとかがあるような近くにあるといいかなと思います。で今週は報酬2倍が MC のジョブとかチャレンジとかビジネスも報酬2倍となってますので、クラブハウスの初心者講座は説明欄を参考にやってみてください。まあ、MC プレジデントっていうになれて、バイクを素早く出せるとかね、しまえるとかね、何台も出せるっていうのが結構メリットあります。ただしオプレッサーマーク2は連続では出せません。続けて、今週は報酬3倍の激アツバイクレースなんですけれども、バイクのレースっていうのは結構種類があって、なかなか面白い内容もあります。で動画の最後の方にターントゥーダストというねレースもやるんですけど、これが結構面白いので、まあおすすめなんですけども、バイクレース報酬3倍なので、これ一人でやる場合はですね、レースはミッションと違い8分でクリアすると最大の報酬となるので、まあ一人でゆっくりやってね8分でクリアするとなかなかいい高額な報酬になります。続けてカジノの豪華景品はなんと T20 で、これシャンパンゴールドみたいにね綺麗な色をしているね T20 です。また色もね綺麗にね見えるような、車種となってます。続けて LS 会場豪華景品はプレビオンで、今回の条件はめちゃくちゃ簡単な方で、 LS カーミーティングシリーズっていうのは追跡シリーズとかストリートレースシリーズとかあるんですけども、ストリートレースは2人からできます。これを3日間連続で上位3位内に入れということになるので、2人か3人で3日間ね連続であれば簡単にねクリア、そして無料でゲットできます。では今週の新車両グレンジャー 3600LX なんですけれども、ボディペイントが結構豊富で12種類あります。でこの車両なんとねイマニテックというねカスタムができて、まあ、要は遠隔操作、またミサイルの回避だったりとか防弾、そして爆破にも耐えるというねかなり優秀な車両となってます。これらのイマニテックというのがねどんなに優秀なのかっていう部分はエージェンシーガイド番外編っていうのを説明欄に貼っておくので、そちらの方をよく参考にしてみてください。これはなかなかいい車両だと思います。続いて MC ビジネスの拠点、葉っぱと偽造文書が拠点が半額となってます。これね MC プレジデントになるだけではなく、なんとビジネスができるんですけれども、これの拠点が普段の半額なので手を出しやすいということになります。これいくつも買うっていうよりも、まずは1個ぐらい買ってみるぐらいでもいいかなと思います。で MC ビジネス初心者講座もこれ説明欄貼っておくので、そちら参考にしてください。半放置みたいな感じで売却だけ公開ソロセッションでやるっていう感じになります。まあこういった拠点をね持っていると、後々ねナイトクラブの放置系のお金稼ぎにもつながりますので、まあ、拠点は1個ぐらい持っててもいいかなと思います。
続いてこれエージェンシーのVIP 契約、奴隷を舐めるなっていうね、フィナーレ100万ドルもらえるやつがなんと報酬2倍じゃないかということになってます。これね、ぜひ、報酬が普段100万なんですが200万もらったよっていう人はぜひコメントください。でやり方に関してはエージェンシー初心者ガイドっていうのを参考にしてください。これね2倍じゃないかって言ってるのはテッツ氏が言っています。続いてこのね新車両、グレンジャー 3600LX なんですけども、これなんと8人乗りになっていて、中に4人、外側に4人乗ることができます。まあ、もちろんね外にいる人は障害物とかに当たると吹っ飛んじゃうので、これ注意してください。で爆破も一発ぐらいだったら周りの人ねなんとか耐えちゃったりした時もあったんですけども、基本的には周りの人吹き飛んじゃいます。ではこのグレンジャー、じゃあレースに向くのかどうかというところなんですけども、 SUV のレースやってみました。で SUV 最速っていうのはこのトロスという車両になります。これにはさすがに全然かなわないっていう感じで、まあこれはレースには向かないかなと思います。ただし爆破に耐えるとかね、ミサイルを回避できるっていう部分では結構いい車両だと思います。また見た目もね結構かっこいいですね。いろんなねフロントにグリルとかもつけられるので、顔面の雰囲気も変わります。また MC のジョブが報酬2倍ということで、これは招待限定セッションとかで一人でもできます。これも結構ねストーリーがなかなか面白いものありますので、ぜひやってみてください。まあこれはね2人乗りの車両とかでクライアントを救出するっていうミッションになり、報酬が2倍で4万4000でした。では最後、報酬3倍のバイクレースが稼げるということで、まあ1人でやる場合でも大勢やる場合でも8分ぐらいでクリアできるような設定にするといいですね。またこれリタイアでもなんと1万4100ドルももらいました。で上位の報酬見てください。なんと30人とかでやると9万ドルもらえちゃったりとか、 RP が3万 2000RP です。というわけで今週のクイックアップデートまとめとなりました。また公式の方で発表があったら公式発表まとめを出しますので、そちらの方も参考にしてください。最後までご視聴ありがとうございます。 GTA の初心者さんがいたらこのチャンネルを共有、そして、チャンネル登録と高評価ボタンぜひよろしくお願いいたします。Smoke weed every day. Hold up.